2回に入ります。タイガースの攻撃、打順は5番ランス。スワローズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ小宮山さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね。2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。ここはバッターが甘い球を待ってますから、しっかりコントロールしないといけませんよね。はい。低めの変化球は決まりません。次が4球目。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。絶妙ですよね。はい、変化球が決まっています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターボックスは6番梅野。石川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った、レフトへ打球伸びる、レフト掴んで2アウト。バッターは7番に入っている糸原。2アウトになっています。初球は変化球から入りました。ボールになります。スライダーが決まります。ワンボールツーストライク。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。石川が掴んで3アウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。0対0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあスワローズ、この回は4番から始まります。バッターはゲレーロ。スワローズ0対0で迎える2回の攻撃です。これが1球目。初球打ち、打球はセンターへ。センターが取りました。バッターボックスには5番雄平。まずはワンアウトを取っています。空振り。打球はライトへ。ここはフライになっています。ライト掴んで2アウト。バッターボックス村上、2アウトになっています。この回のスワローズ打線ですが、たった3球で2アウトになっています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。はい、そうですよね。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました、ヤクルトスワローズです。2アウトランナー1塁。バッターは7番に入っている奥村。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ストライクを取りました。
2球目打ちました。ぐんぐん打球が伸びている、伸びてヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー3塁2塁。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。低めの変化球、空振り。ストレートですね。インコース伸びのあるストレートで空振りを取ります。ワンボールツーストライクです。手が出ません、三振。攻め切ることができませんでした。先制点かと思われたのですが、最後は三振に倒れました。スワローズ2者残塁です。ため息に包まれた神宮球場、2回の裏0対0、同点です。里崎さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあうまく抑えてますよね。ただ力んだ時だけが怖いかなっていうのはありますかね。投球フォームが乱れるんでね、そこだけが若干心配なところではあります。なるほど、力みというのは禁物ですね。インサイド落ちました。飛びついて掴んだ、一塁へ、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん、今のプレーいかがですか。今のは判断が良かったですね。ピッチャーに打順が回って、先発の西がバッターボックスです。ピッチャーの打席ですけど、雑にならないようにしたいですね。そうですね。これが初球、初球変化球は空振りです。低めの球ストライク、ノーボールツーストライク。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。打ちました。ボテボテ、セカンドが取る。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター糸井、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。次が2球目、変化球タイミング合いません。打ちました。セカンド取る、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。0対0、同点です。先発の石川が打席に入ります。まあ、ここは相手がピッチャーでも気を抜かずきっちりアウトを取らないといけませんね。そうですね。初球はボールになりました。内へ低めに変化しました。ボール先行です。
スライダーできました。4球目は何で来るか。打ちました。取りました。アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って太田。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックス青木。前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方は工夫したいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。2球目は何で来るか。インコースボール。引っ張った。糸原、1塁アウト。スリーアウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。3回終わって0対0同点です。回は4回の表、タイガースの攻撃。